的にも強化してっちゃっていいの？火なくなった。レンチ拾った。お、やっぱ車なんだ。荷車解体してみるのもありだね。ねえ、バネ出てくるかな。バネって作れないもんね。確かね。何からバネ出るのこれ、この世界。やっぱそれとも作れるのかな。ねえ、バネ出る。まだ出てこないね。ね、出た。あ、出た。なるほどな。機械部品と接触部品、オイル、バネ。もう一段高くするかな。この床、この高さにする？いいよ。で、一応、うん、まあ、途中柱立てなきゃいけないだろうけど、うん、こんぐらいまで飛び出させるみたいな。うんうん。そしたら広いでしょ。そうだね。いろんな作業台あるからそれなりの広さはやっぱ欲しいもんね。うん、馬みたいのに乗ってる人いる。ええ。あれどこ行った？山の剣士。味方なんだ。うん。3000。あ、雇えるんだ。雇ってみよう。お金お金もったいない。ほら。おお、すげえ。すげえな、この馬。かっこいいね。この乗ってる人もそうだし。これ上に乗ってくるの？上登ったら、うん、飛んできた。え、馬邪魔。馬乗ってきちゃったよ。鳥だ、鳥。鳥飛んでる。鳥、鳥じゃねえ、グリフォン。やべえな、手出してやがるあいつら。マジで見たい、見たい。鳥の声聞こえてたけど。ほんとだ。うわ、来た、こっち。あ、吹っ飛ばされちゃった。危ない危ない。中に入れて。あ、中に入ってきた。ほら、お、ハマってんじゃねえ、あそこで。ほら、おお、経験値高。グリフォン、びっくりした。え、これ取るべきだね。あ、肉取れた。ウェイ、たくさん取れた。10個。何？なんかって戦ってる。うおー、お前馬で戦うのか。そうかそうか。馬が攻撃してた。うん。へえ。お、この人話せる。クロス防兵。お。2500とかないんじゃない？だよね。なければ持ってくよ。ない。187しかなかった。馬の人が高すぎた。なーい、この人、この人雇いたい。テンプル騎士。へえ、なんか随分強い人たち雇ってるね。で、あ、雇えてる、雇えてる。あ、雇えてる。うん。3人になってる。下、名前。なってる、なってる。はい。おうおうおう、返す返す。これで8人だよ、うちら含めて。イエーイ、仲間いっぱい。野戦でもいけるね。いけないいけない、もう戦ってるよ。なんで、誰、
なんで敵連れて帰ってくんねんお前撃つだけ撃って帰ってくんのかい。でもさ、タケがこっちに攻撃しなければ来ないからいいよね。うん、そう、馬で踏みつけてるもん。お前その、その剣は何のための剣だ馬で戦うんかい。そうかそうか、分からんよ、馬やられたら今度こいつが降りて戦うかもしれない。なるほど、馬やられることあんのかな。ねえ、もう一人雇えんのかな。3人雇えたけど、いた？ここに聖騎士がいるんだけど。マジで？女の人、私んとこまで来れる？1000シルバーだよ。4人目雇えた。おお、すごい。ちょうどね、骨と戦ってたよ、その人。わあ、大量に来たから何が起きたかと思ってあんまなんだけど、俺まだ試してないんだけど、うん、普通にクラフト画面開いて、うん、クラフト画面開いて一番右の装飾品、うん、NPC のアクションって出てこない？出てくる。これをあの材料あるわけじゃないから作って、うん、ベルトとかに入れといたら、このストップってやったら動かないとか、ヘルプってやったら来てくれるとか、そんな感じになるのかなと思って。体力とかあるところに H って書いてあるの出てるじゃん。うん、それ自分のステータス見るとさ、ハンティングモードって書いてあるんだよ。だからそのモードを切り替えることができるのかな。か手元で全員に号令をかけるみたいな。フォーコントロール。あ、モードってクリックしたら H から F になる。F ってなんだ？フルコントロールモード。ハンティング。フォーコントロール。ハンティング。フルコントロールっていうのは、うん、自分が攻撃しないと、もしくはダメージ当たらないと、そいつに向かっていかないとか。あ、いた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 。あ、攻撃しに行かない。あ、俺が攻撃したやつを攻撃する。ハンティングモードは勝手にもう近くにいる敵を攻撃するけど、うん、そう、一緒に行くときにはフルコントロールにしてついてこいみたいな感じにできる、うん、まあハンティングモードで行ってこいもできるけどね、逆に。ああ、なるほどね。寝てる敵起こしてもさ、うん、こいつらは1体ずつしか起こさないじゃん、うん、全員起こすのはうちらだから。で声もできるけど、あれだよ、あの平均値は入らないみたいな感じでね。うん、お、トレーダー会えた、やっと。まあ、ベルトに入れときゃいいか、これは。うん、来いよ、分かったってば開いたんでしょ、分かったよ、しつこいよ、早く来いよみたいな開けたって言ってんだろみたいな。フィッシュオーブンっていうのが鍋2つあれば、あと鉄55個。マジであればオーブン、フィッシュオーブンっていうのが作れる。どれも同じなんだもんね。確かね、あの二口釜みたいな感じのここにあったっけ。二口釜これかな。ああ、それかな。それフィッシュオーブって書いてある。アイアンストーブって書いてあるよ。ストーンストーブ。なんだろう、フィッシュオーブって何なんだろう。ここにはないやつかも。ホットストーブ。割ってったパリパリ壊してっけど、あいつら鍋と鉄、鍋あったような気がすんな。持ってきた。あ、井戸、釘10個の井戸も作れる。マジ？鉄だけだとあのトーチのね、とか壁掛けの。ああ。あと鉄パイプとあのダクトテープ、麻のテープ。うん。あ
と噴水っぽいようなちょっと水が出るあのポタポタ落ちてるやつとかあったじゃん。うん、ああいうのは作れる。あ、空の鳥小屋も作ろうと思ったら作れるね。リュウさん、はい、裏のさ、トレーダーの裏に小屋あってロックピックがあればとか言ってたじゃん。うん、あのリュウさんの好きな鍵開けだよ。マジで鳥小屋？鳥小屋じゃない、トレーダーの、はい、ロックピック。トレーダーの裏？裏に一個あったじゃん、扉、これ。ほうほうほう、マジで？うん、開けらんなかったから開けて。うわ、しかもこれぐるぐる上とか下とかに回すんだ。うん、開いたよ。おお、すごい、さすが。なんもねえ。なんもねえじゃん、なめてんのかよこいつ。